ミスター c b は日本の競争馬の場名であり、日本競馬史において同名の競争馬が2頭存在する。本校では校舎について記述する。1982年11月に競争馬としてデビュー。翌1983年に、札つ賞、東京優秀、菊花賞を制し、1964年の新山以来19年ぶり。 史上3頭目の中央競馬クラシック3冠を達成。翌1984年には、天皇賞も制して4冠馬となったが、以降は1世代下に現れた3冠馬、シンボリルドルフとの対戦にことごとく敗れ、勝利のないまま1985年秋に故障で、競争生活を退いた。その後は、種ボ馬となったが、期待されたほどの成績が上がらず、1999年に、 タネボバも引退。翌2000年12月15日に、低用園で死亡した。競争馬時代は、吉永正を主戦騎手とし、天意無法、常識破りと言われた追い込み戦法や、端正な要望などから、大きな人気を博した。中央競馬において1980年代を代表するアイドルホースとされる。デビューから引退まで、終始同じ騎手が手綱を握った。 最初の三冠馬である1980年4月、母シービークイーンの予託先であった北海道、浦河町の岡本牧場で生まれる。父東照ボーイは1976年のサ月賞、有馬記念を制し、天馬と称され一時代を築いた海速馬、母シービークイーンも重賞3勝を挙げた実力馬であり、両馬は競争馬時代に同じ新馬戦でデビューしている。 出生後の余命は特になく競争名を付けられるまでは暫定的に CB クイーンの1とされた。東初ボーイの3区は総じて後むくの重心が安定せず腰が甘い馬が多いと言われていたが本場の腰はしっかりとしており東初ボーイの良いところだけを全てもらったような馬と評判となった。 その後岡本牧場で離乳を終え、翌1981年3月、CB クイーンの所有者、本場の公の生産者である、群馬県片品村の千秋牧場に移動、育成長居が積まれた。競争年齢の3歳に達した1982年、春、競争名、ミスター CB と名付けられ、茨城県美穂トレーニングセンターの松山康久、旧社に入る。 場名には前日の初代、本馬ともに、生産者である、千秋牧場を代表する馬という意味が込められていた。所属ははじめ、CB ーークイーンを管理していた、松山義三郎旧車が予定されていたが、義三郎の都合により、息子の安久へと変更になったものである。3歳、次11月16日、東京開催の新馬戦でデビューを迎える。安城は、 母の主戦騎手でもあった、吉永雅人が務め、以後引退まで一貫して吉永が起動した。この初戦は、先行策から2着に5馬審査をつけて解消し、初戦勝利を挙げる。しかし2戦目の黒松賞では、スタートの出遅れから先行勢に追いついていく展開となり、直戦での先行馬との競り合いを制しての首差審賞となる。そして年末に出走したヒーラギ賞では、 発走時に発馬機内で激しく暴れた末に、スタートで再び大きく出遅れた。前走では、先行集団に追いつくまでに体力を消耗していたため、吉永は無理に前を追いかけず、そのまま後方待機策を取った。結果、先行した上の新王に、首さ届かず、ミスター CB は、初の敗戦を起死した。しかし、最後の直線で鋭い追い込みを見せたことで、 あいつのことが分かった気がするんだと、吉永はご機嫌で妻に語ったという。以降ミスター CB は追い込み馬となる。4歳自春引くクラシック2巻、翌1983年は、2月13日の共同通信杯4歳ステークスから始動。後方待機から第3コーナーで位置を上げていくと、前走で敗れた梅野新王との競り合いを頭させして優勝。 重傷初制覇を果たした。続く、弥生賞では、レース後半に内拉地沿いのコースから、バグンの間を縫うように上がっていき、この時点で、自己最速の上がり3波論35秒8を掲示して、解消した。4月17日、クラシック初戦、サツキ賞を迎える。当日の競争は、降雨の中で、追い込み馬には不利とされる不良馬場での思考となった。CB は、 道中16から17番手を進み、交渉面から先行場をトライに上がっていって3、コーナーを過ぎたあたりで中断につけると、最終コーナーでは先頭を行っていた、カツラギースの直後につけた。最後の直線に入ると、早々に先頭に立ち、直後に追い込んできたメジロモンスニーをハンバシンを抑えて、優勝。クラシック最初の一環を獲得した。これは吉永にとっても、 初めてのクラシック制覇であり、松山にとっては、開業9年目での8大競争初制覇となった。続く2冠目の東京優春では、単勝オッズ1.9倍の圧倒的一番人気に支持された。競争前のパドックにおいて、CB のトレードマークともなっていた、ハミ釣りが切れ、新馬戦以来のハミ釣りなしでの臨戦となった。20を優に超える頭数で行われていた。 当時のダービーには10番手以内で第1コーナーを回らなければ勝てないとされたダービーポジションというジンクスがあった。しかし CB はスタートで出遅れて最後肩からの運びとなり、道中は先頭から20馬身程度離れた17番手を進んだ。その後、交渉面出口から徐々に進出すると、第3コーナー出口の地点では先頭から6番手の位置まで押し上げた。 しかし最終コーナーに入った地点で、外に車行してきた竹の飛燕を回避した際、さらに外を走っていた菊のフラッシュと衝突した上、後方から進出してきた西のスキーの進路を横切る形となった。ミスター CB はそこから体勢を立て直して、先行勢を追走すると、内で粘るビンゴカンタを一気にかわし、そのままゴールまで駆け抜けて1位で入選した。サツキ賞に続き、 日着にも追い込んだメジロモンスニーが入った。富士テレビでこのレースの実況を担当したアナウンサーの坂里山武氏は、父を完全に超えました。と伝えた。競争後、第4コーナーにおける菊のフラッシュとの衝突、西のスキーへの進路妨害に対する審議が行われた。この結果、ミスター CB の優勝に変更はなかったが、吉永には開催4日間の起場停止と、 優勝トロフィーの剥奪という処分が下され、競馬評論家の中には、ミスター CB を失格にすべきだと批判する者もいた。一方で、メジロモンスニーアン城の清水英二は、CB の強さに脱帽ですよとその強さを称える、コメントをした。秋から19年ぶりの3冠達成競争後は、クラシック最後の1キッカ賞に備え、夏場を休養に当てた。 放牧には出されず、日本に泊まっての休養であったが、この最中に在死を起こして、傷めを痛め、さらに夏の暑さと痛みのストレスから夏風にかかった。これを受け、秋初戦に予定されていた、セントライト記念を断念、前哨戦は、関西に移動しての京都新聞杯に切り替えられた。10月23日に迎えた、復帰戦は、単勝オッズ1.7倍の一番人気となるも、 前走から1 2キログラム増と太め残りで、正規も乏しかった。レースの流れも先行場有利のスローペースで推移し、勝ったカツラギエースから7馬身以上離されての4着と、初めて連帯を外す結果となった。しかし、調整途上で一定の走りを見せたことで、松山は体調が良化したと判断し、クラシック最終戦へ向けて厳しい状況を犯していった。 三冠がかかった、菊花賞では一番人気に支持されたが、スタミナ豊富とは言えず、本競争にも敗れていた父の印象から、3000メートルという長距離に対する不安説も出ていた。スタートが切られると、道中は1000メートル通過59秒4という早めのペースの中、最後方を進んだ。しかし、周回2周目の第3コーナーの堀坂から CB が、 前へ行きたがる素振りを見せると、吉永は手綱を緩めた。そして先行場を次々と交わしていくと、ゆっくり下ることがセオリーとされる最終コーナーの下り坂を加速しながら先頭に立った。このレース運びに観客スタンドからは大きなどよめきが起こり、また関係者からも驚きの反応が出た。しかし CB は大きなリードを保ち続けて最後の直線を逃げ切り、 1964年の新山以来19年振りとなる史上3頭目の中央競馬クラシック3冠を達成した。父内国3馬が3冠馬となったのは日本競馬史上初めてのことである。またミスター CB はデビュー戦から3冠達成まで全てのレースで一番人気に支持されており、こちらも史上初である。 吉永は42歳0ヶ月での3冠達成となり、当時の最年長記録で3冠を達成した。ゴールの後、民放テレビの中継アナウンスを務めた杉本清は、驚いた、ものすごい競馬をしました。ダービーに次いで、ものすごい競馬をしました。坂の下りで先頭で立った9番のミスター CB と、驚きをあらわにした。後に、吉永は、レース運びについて、 ボツボツ行くつもりだったんだけど、CB が全速力で行っちゃった。僕はただ捕まっているだけでしたよと語っている。競争後も好調を維持していたが、11月末の国際招待競争ジャパンカップは回避。さらに年末のグランプリ競争ありま記念も、千秋牧場の移行により回避した。このローテーションには批判もあり、ジャパンカップの競争前に行われた。 記者会見では、A シスポーティングライフ記者のジョン・マクリリックが、今年は、ミスター・ CB という三冠馬が出たと聞いているが、出走していないのはなぜか。日本で一番強い馬が出ていないのはどういうことかと、招待者である日本側の姿勢を問いただす場面もあった。競馬評論家の石川渡は、当時を改装し、休養を優先した陣営の心情に理解を示しつつも、正直なところ、 失望したと述べている。ちなみに、有馬記念は、喫花賞で4着に破った、同期のリードホーユーが制し、2着にも、同期のトゥデナムキングが入選したことで、CB 世代の評価が高まった。5から6歳、G、4ン場となる、翌1984年初戦には、アメリカジョッキークラブカップ出走を予定していたが、思考馬場が、降雪により、 ダートに変更される可能性が高くなり、出走を取りやめた。この頃より、ひずめの状態が再び悪化し、自走予定の中山記念も回避し、春シーズンは全休となった。10月初旬に毎日王冠で復帰したが、ほぼ1年ぶりの実戦、かつ、追い切りで、格下の馬に大いに遅れたためもあって、初めて一番人気を、後衛・大井競馬から中央に移籍してきた。 3を意に譲った。しかし、レースでは、後方待機からカツラギエースを捉えきれず日着に、敗れたものの、当時としては破格の上がり3ハロン33秒7を、掲示した。なお、この前日から、東京競馬場に初めて、大型映像ディスプレイが設置され、後方を進む CB がスクリーンに映った瞬間には、スタンドから大きな歓声が上がった。 このレースで健在を印象づけ、自走天皇賞では単勝オッズは1.7倍という圧倒的な一番人気に支持された。この回から3200メートルから2000メートルになった秋の天皇賞。レースは縦長となった隊列の最後方を進み、一時戦闘から約20馬身の位置に置かれる形となる。しかし、第三コーナーからスパートをかけ始めると直線では、 最後肩大外から全馬を抜き去って優勝し、四冠馬となった。総派タイム1分59秒3は、コースレコード。また、この勝利により、新山以降続いていた、天皇賞の一番人気連敗記録を19で止めた。なお、これ以降三冠馬による天皇賞の優勝は現在までない。シンボリルドルフとの対戦から引退この翌週に、 行われた喫下賞で一世代下のシンボリルドルフが CB に続くクラシック三冠を達成。CB が自走に選択したジャパンカップに同馬も出走を表明したため、日本競馬史上初めてとなる三冠馬同士の対戦が実現した。ルドルフは喫下賞より中一周という強行軍、かつ初の小馬との対戦ということもあって、当日は CB が一番人気、ルドルフは4番人気という順となったが、現在の評価に反して、純粋に CB の方が強いという評価も多かった。しかし CB は終始後方のまま10着と大敗、ルドルフも3着に終わった。レースは10番人気という低評価を受けていた、カツラギエースが優勝し、日本勢として初めてのジャパンカップ制覇を果たした。これ以降勝てなくなるとはいえ、 掲示板すら乗れないほどの大敗は後にも先にも、このジャパンカップだけである。この競争で CB は闘争心を発揮しなかったと言い,い、また CB はバテて下がってくる先行場を見たら行く気を出したのだが、さすがにジャパンカップではバテる馬がいなかったとも述べ、後に先行策を取るべきだったと自身の騎乗ミスを口にしている。年末に迎えた 有馬記念では、出走馬選定のファン投票で、第1位に選出されたが、当日の単勝人気はシンボリルドルフに次ぐ2番人気となった。松山の馬群に入って戦え、という指示もあってか、珍しくスタート直後から、手綱がしごかれたが、やっと2頭をかわしただけで、スタンド前では逃げるカツラギエースからは15馬進後法の位置取りとなった。残り1000メートルで早めにスパートするも、 インコースに突っ込んで、前が塞がったため、早めに抜け出したシンボリルドルフ、さらに逃げ粘ったカツラギエースも捉えきれず、3着に終わった。競争生活最後の年となった1985年は、3月31日の大阪杯から始動。当日一番人気に支持されるも、隠したとみられた、ステートジャガーに3キロの金量差があるとはいえ、離させり負け、2着に敗れた。 迎えた天皇賞で3度シンボリルドルフと対戦。この競争では松山の指示により新馬戦以来となる先行策を取る作戦だったが、実際は菊花賞と同じ2周目の坂で後方から一気にまくって出た。鈴鹿小判と並んで最終コーナーは先頭で回ったものの、そこで力尽きたところをルドルフに楽々と交わされ、 同馬から十馬身以上離された5着に終わった。これは、作戦ではなく暴走だと言われているが、実は、後半から暴走させるというのが CB の戦法だった、ことが露呈したレースだった。その後、脚部不安を生じて休養。夏に、函館競馬場に入って、調教を再開したものの、直後に、骨膜炎を発症して、復帰を断念し、引退。同年十月六日に、 東京競馬場で引退式が雨の中で取り行われ、スタンドには CBO をねぎらう数々の横断幕が貼られた。翌1986年四冠が評価される形で検証馬に選出。1984年に父東証ボーイも選出されていたため、史上初の不死検証馬となった。引退後は種ボ馬となり、内国産種ボ馬として初めて ヤシロダイスタリオンステーションにつなぎをされた。名守護は、東証ボーイの後継、また、東証ボーイと交配できない生産者に対する代用的な存在として期待を集めると、初年度産区から、ヤマニングローバル、スイートミトゥーナ、名称ビトリアと3頭の重症勝リバを排出。1989年度の新種護バランキングで1位を獲得した。 二年目にも社交グレードがクラシック戦線で活躍すると CB の種ボバとしての人気は改めて高まり日本がバブル景気だったこともあり種付け金利の市場取引価格に2001万円という当時の市場最高額が付けられたしかしその後は成績が振るわず1990年代半ばからは海外から輸入されたトニービーンブライアンズタイム サンデー・サイレンスの3区が活躍するようになったことで CB はさらに苦戦を強いられ1994年にライバルであったルドルフの子東海帝王と入れ替わる形でレックススタトに移動1999年には種ボバ生活からも退い添タた種ボバ総合ランキングの最高位は1996年の12位だった種ボバとしては失敗という評価が定着している ヤシロ大スタリオンステーションの徳武英介は、ランキング成績などから鑑みて、本来はもっと評価を受けるべき、守護場とした上で、初年度にワーッと3区が走ったことが、結果的に CB を苦しめ、これが招いた種付け量の高騰が、普通に走っていても走らないと思われてしまった、要因とし、CB は、かわいそうだったと述べている。また、ライターの村本公平も、 やはり2000万円という後輩券の取引価格が、種坊バ、ミスター CB の名誉であり、つまずきだったという気がすると評している。後継主坊場として、ヤマニングローバルが種坊バとなるも、配合相手に恵まれず、ミスター CB の直径は耐えている。放牧地は同じく功労場として、つなぎようされていた母 CB クイーンの隣に設けられた。通常、 離乳以降は二度と再会することがない母子が互いの姿が見える空間で過ごすという珍しい光景となった。しかし、休務員によると再会した CB クイーンのことを母馬と認識できていなかったようだという。2000年12月15日、父東照防衣と同じく低王園により死亡。三里塚花分場内に墓が建てられている。 死亡から4年後の2004年 JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名場メモリアル競争の一環として Mr.C.B. メモリアルがダービー試行日の東京競馬場の最終レースに施行された。なおこの年の1月母 C.B. クイーンが亡くなっている。1984年グレード制導入その競争能力に対してはこれまでに誕生したボバ参観馬8頭の中では 比較的地味な評価が下されており、史上最強馬とも評された一年下の三冠馬、シンボリルドルフとは対照的なものとなっている。有馬記念での敗戦以降は、周りが弱かったから三冠を取れたと評されたこともあった。スポーツ日本のルドルフ番記者であった、清水理ーは CB が嫌いと断った上で、同霊馬に好敵手がいなかったことが幸運と同時に、 不幸であり、万熟の先行は、カツラギエースの台頭で、後方教習の作戦が通用しなくなったこと、さらに自在にレースが運べるルドルフの登場で、CB の悲劇がここに極まったと評している。ただし清水は、ルドルフとの比較で、馬の元々の素質で言えば、互いに譲らないスーパーホースであり、その差は、人間による作られ方、機種の乗り方にあったとしている。 吉永は、シンボリルドルフに一し報いる実力はあったが、ブランクを含め順調に使うことができなかったことが悔やまれると述べた。また、最も調子が良かった、ダービーの時で距離が2000メートルまでなら、ルドルフを任す自信があるとしている。生産者、馬種の血圧対策は、ピーク時を喫下症としており、5歳時に、 天皇賞に勝っているが、前世紀は4歳児というのが関係者に共通した認識であった。距離適正については、吉永、千秋が2000メートルまでの馬としており、大川慶次郎は、本来マイラー、吉永と親しかった中島慶次は、あの馬の能力は本来スプリンター。前日の清水は短い距離で、瞬発力があるのはスプリンターの証拠。 マイラーがまでの馬と評している。東昇ーイと CB クイーンが配合された糸は、本来、スピード豊かな逃げ馬を生産することであった。狙い通り CB は、豊かなスピードは受け継いだが、前述の通りスタートを苦手とし、また、吉永の教育を受けて、市場屈指の追い込み馬として認知された。最後方の位置から、レース後半で先行馬をごぼう抜きにするスタイルは、 CB 戦法とも呼ばれ、その人気の大きな要因となった。競馬評論家の大川慶次郎は、CB のその決闘背景から、先天的にはスピード場だったのでしょうとしており、新馬戦を見た限りでは後期に追い込み馬となるとは考えられなかったという。吉永の騎乗への批判と用語広報待機、一辺党の吉永の騎乗には、当時から批判があった。松山は、 菊花賞の後から、こういう競馬を続けているとツケが回るぞ、と言っていたといい、千秋は、吉永の機場で四冠を取ったのは、間違いないとした上で、前に行く競馬もできたのではないかと回想している。また、シンボリルドルフの主戦騎手、岡部幸雄は、あれでは、近代競馬は勝てないと批判していた。父、東昇防衛の主戦騎手であった、竹邦彦は、危ない乗り方ですね。 テレビで批判的なコメントをしたことがあり、その国彦の息子でミスター CB が好きだったという竹豊は頭の中でいつも CB に乗っていて、あの強いルドルフをどう乗ったら任せるだろうかと、そんなことばかり考えていたといい、過去の馬で乗ってみたい馬はという問いにもミスター CB と答えたが、ああいう風にしか乗れなかった馬なのかなぁと疑問を呈している。吉永は CB の特徴を一瞬の足の凄さ、3コーナーからゴールにかけての瞬発力とし、後方一気にこだわったのは、その特徴を生かせると思ったからだとしていた。しかし、吉永自身も3冠を取るまでに2敗させたのは、自分で、騎手が自分でなければ、無敗で3冠を取っただろうし、6冠も7冠もいったと思うと反省の弁ものべ、あれが、 父馬の東証ボーイのようなスタートダッシュのある馬だったらあの先法だけじゃない競馬ができたんだと思うんだと語っている。松山はシンボリルドルフとは成功法で本当の勝負してみたかったとしつつ吉永もよく期待に応えてくれたと述べた。その一方ミスター CBE をスプリンターとした中島刑事はその馬をもってして前半を遊ばせて騙し騙し走らせて 後半一気に追って菊花賞を取らせた。これは、まー、あ、ちゃんの腕があったあればこそだと思います。まー、あ、ちゃんが乗ったから4巻も取れた。僕ら他の機種が乗ったら、こんな真似はできなかったはずと語り、吉永を天才と評している。また、大川慶次郎も、ミスター CB の3巻というのは、吉永さんが取ったんじゃないかと評価しており、当時、ミスター CB の暗状を岡部機種に変えたら、 もっと成績が良くなるはずだということを言っていた。口性ない新聞記者がいたことを明かし、これに対してそういうことではないと思っていると述べている。カツラギエースを管理したドモンカズミは CB はセオリーから外れてる馬だった。もしセオリー通りの競馬をしていたら、あれほどの成績は上がらなかったんじゃないかと述べている。騎手たちの証言によれば、ミスター CB は一旦カットなると、 前へ前へと暴走する馬だったという。そのため吉永も後方一期待機策を覚えさせたのだと思われる。実際ミスター CB は前が詰まった時は別として一旦スパートすると止まらない馬であった。父東証防衛は馬体重も5 0 0ラムを超える大型馬で、詩人の寺山修司がレスラー的肉体美と称した金星の取れた馬体の持ち主だったが、 CB は4 5 0ラムから4 6 1キログラム半ばまでの比較的小柄な馬であった。また、体育の様子もキャシャなもので、東証ボーイの担当獣医師であった猪木義郎は CB を初めて見た時の印象をちっちゃくて貧馬かと思ったよと語っている。しかしその体は柔軟性が非常に高く、吉永は全身がバネのようで全身を使って走るから。 すごく乗りやすい。スピードがぐんと伸び出すと、自然に体が沈み込んでいく。理想的な走り方と評している。また競争とは直接関係しないが、競馬漫画家の吉田美穂によると CB は立ったまま、後ろ足で耳をかくことができたとも言う。弱点、ひずみ調教師の松山、担当級務員の佐藤忠夫は、CB の最大の弱点として、ひずめの弱さを指摘している。 CB は、タワより、ひずめが薄かったために、低鉄を止める釘を打てる場所が少なく、打ち替えを続けるうちに、ひずめが傷つくようになっていった。佐藤によれば、ジャパンカップ以降は常にひずめ底に、血豆ができるようになり、豆ができては、対象を施すということの繰り返しであった。従来、日本の競争馬は調教では、重い鉄製の低鉄を打ち、レースでは、 軽いアルミニウム製の低鉄を打っていたが、CB は低鉄の打ち替え喉に歪めに炎症を起こしたため、負担を減らすために常時アルミ製の低鉄を履いていた。これは CB が初めての例である。CB が履く低鉄はアルミ製低鉄特有の留め具である鉄唇が外された特殊なものであった。しかし通常の低鉄と変わらずも、6本の釘で留め付けていたため、 ひずめからずれやすく、かえって炎症などの原因ともなった。要望に対する評価、CB はその要望に対する評価が高い。松山は、初見の印象でまず皮膚の美しさに感動したと言い,い、での良い馬、ノーブルでハイセンスの馬、実に美貌と評している。また、吉永は、瞳が最大の魅力であるとし、人間みたいな目で、あんな目をした馬には一度も会ったことがなかったと。 語っている。吉永、急務員の佐藤ともに、目元は CB クイーンに似たものとしている。瞳の美しさは3区にも受け継がれており、八代大スタリオンステーションの中尾義信は、CB3 区の特徴として、目が大きくて澄んでいることを挙げた。容姿について、競馬評論家の伊崎修五郎は、一度会ってしまったら、人間でもゾク,ゾクするぐらいと表し 写真家の今井久しめぐみは歌舞伎町の小山のようと評した。ノンフィクション作家の宇都宮直子はその要望がそれまで少なかった女性ファンの獲得にも大きな影響を及ぼしていると述べている。引退後の1986年には競争馬としてテンポイント以来となる写真集も刊行された。なお、父島小防衣も競争馬時代は日本一の美男と呼ばれていた。 顔が小さく、目が大きく、皮膚が薄いといったところは両親とも共通である。CB3 区で CB に非常に外見が似ていた、社交グレードがダービーに出た時吉永は、NHK のテレビ生中継解説で、この中では一番美男子ですね、とコメントしている。日本中央競馬会の広報誌、優春は、1980年代を代表するアイドルホースとしている。 アナウンサーの鈴木敏子や福原直秀、ライターの須田隆夫など、ミスター CB から競馬にのめり込んだというものを、総称して CB 世代とも呼ばれる。このように人気が出た背景として、伊崎修五郎は5つの要点を挙げ、広報教習型の馬で過去に強い馬がいなかったこと、要望が美しかったこと、内国産同士の一流血統であること、名門牧場出身であること、 父母の背景など、日本人好みの情緒を備えていたことと分析している。須田孝夫は、敗成功以来、潜在的にあった競馬ブームの扉を開けた馬と表し、競馬漫画家の吉田美穂は、まさにファンに愛されるために生まれてきたサラブレッドであり、1990年代の競馬ブームの下地を作った馬としている。前日の通り、両親は四歳児に、同じ新馬戦でデビューを迎えており、 ミスター c b の活躍後には、同級生の結婚とも呼ばれた。当初 CB クイーンの相手には、当初ーイではなく、その父のテスコボーイが予定されていたが、同馬の種付け権を確保できず、その代用として、当初ーイが選ばれたものであった。また、本来当初ーイは、日高啓手は農協の組合員以外からの、 後輩申し込みは受け付けていなかったが、ぜひに東証防衛と後輩させたい。千秋牧場と、当時まだ人気が低く、一流の貧馬を望んでいた、東証防衛側との利害が一致し、特別に後輩が行われた。しかしこの許可は、当時の種馬上場長、徳永春美の独断で出されたため、後輩の発覚後に、徳永は、上司から厳しく叱責され、CB が三冠を達成するまでは、 非常に肩身の狭い思いが続いたという。CB クイーンは第2種3時のアクシデントの影響で、以降は種付けしても不受体が続き、ミスター CB 以外には一頭の3区も残さなかった。このことから、初恋の人にミサオを立てたと擬人化して語られることも、ある。歴代の8頭の母が三冠馬のうち、兄弟がいないのはミスター CB のみである。 CB が日本ダービーを制したことによって生産者、馬種の千秋牧場はサラブレット生産を始めた二代目の千秋賢治から千秋安史、千秋大作と三代にわたるダービー優勝を果たした。これは日本競馬史上唯一の記録である。菅沼と CB に血縁関係は存在しないが、名随は CB の三代母、名和の前弟である。 同馬は、クラシック2冠を制した後、キッカ賞で83.2%という、競争史上最高支持率を記録しながら6着に、敗れており、牧場にとって、CB の3冠はこの時の雪辱でもあった。当該年度の馬は、第50回日本ダービーに出走する年に当たるため、優秀1982年11月号、第50代ダービー馬探しという企画が市場で、 開催され、伊崎修五郎は、未出走であった同馬を、ダービー場に推している。また、九百八十三年一月号から始まった、藤野博一郎の現場取材による、連載、競馬、宝島物語では、最初に、松山康久久久を取材していた。当初、寺山修司が審査委員長を務める予定であった、優秀市場の日本ダービー五十周年企画で、 募集されたエッセイコンテスト、優秀エッセイ賞最優秀作は、ただの文代作、私の競馬、2点、3点が受賞した。ただの文代は、ペンネームであり、吉永正人の当時の妻の吉永道子であった。これは、気がつけば、騎手の女房のベースとなる作品であった。辞典である、優秀作2編のうち1編は、南海放送のアナウンサー田中和彦が受賞した。 当日は、第50回を記念して3頭のダービー馬が展示された。そのうちの1頭は父東証ボーイが破れた、クライムカイザーであった。当日のプレゼンターは MIE が務めた。インは、地方競馬限定の重賞競争。母の父としての3区。カッコナイフとは、g i 級競争。父についての詳細は、同馬の子を参照のこと。母系は、 1959年に日本軽手馬協会がイギリスアイルランドから一括輸入し生産者に反復された品馬の一頭、チルウィンドに遡る。名髄はチルウィンドの産区であり、他の産区にもスプリングステークスの優勝馬名隊などがいる。不景は明確なスピードタイプでありながら CB が長距離競争の菊花賞に優勝した要因はスタミナ豊富な決闘である。 外旋門賞価値の母の父トッピオの影響が強いと、される。著書、競馬の決闘学で、JRA 賞馬事文化賞を受賞している、決闘評論家の吉澤常司は、こうした見解を、友人から聞かされたことで決闘に興味を抱くようになったという、ありがとうございます。